どうも今日のオープニングはマジでいいかもしんないいや前コメントでねこんなコメントをもらったことがあるんですよ。いつかねオープニングでクリアできるようなコースを作ってくださいみたいな。でどんなコースにしようと思ってめちゃめちゃ悩んだ結果、まあ今日みたいなコースになってしまいましたねいやこんなねもう低クオリティなコースで申し訳ありません。ただクリームを置いただけっていうね。でもさここ下に確かブロックがあったじゃん。でそのブロックに落ちてやられるって思った方結構いたんじゃないかな。あれは僕なりの騙しっていうことだね。で僕が今何をしてるかって思ってるでしょう。これね今からみんなにねあの新しいコースでも作っていこうかなと思いまして、なんでこのコース誰かクリアしてもらっていいですか。はいどうもピヨキングです。今日もトロールコースのいたすマリオやっていきますか。で今日のトロールコースカップオブフラワーということで、このコースってマリカーとかに出てくるフラワーカップのことなんじゃないかな。それをどんな感じでトロールコースしてるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11%。 で今日は真面目にやっていこう。うん、ネギのジケルダさんありがとうね、2回も出てきてくれて。まあ今言った通り叫ばないで今日はクールな実況をやっていきたいと思います。でいいか。え、ちょっと待ってくれて、ここはオートスクロール、ここまず乗っていいの。やっぱダメだよね。開幕ガーリックチャー取り消そう。やっぱり、それやっていこう。だそうじゃないとみんなも求めてないっていうかさ。お前も求めてないんだよ。しかしトロールコースでオートスクロールってめっちゃ珍しいよね。あんまり見ないパターンだと思うんだけど。じゃあここでドス落とすキャラの上に行かない、このドクロリストは。なんですぐにジャンプだ。そこだ。あのさ、今の今までずっと布団着てやってたんだけど寒くてね、うち暖房が効かないのよ全然さ。あ、ここフラワー取るで合ってたから、ありがとうフラワー、君が温めさせてくれたんだね。そしてこのハテナは、いやまずいまずい、ちょっとロードスクロールが意外と来ないもんだな。ちょっとここは、この場所でオートスクロールが止まるのが分かった。これなんだっけ、あ、テレサか。じゃあこのまんますぐ右に行けばよかったってことかな。そしていやまだワンチャン、殺した。うわ、これ壊れないのか。え、この上は、こい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 。今右下にさ、ファイヤーフラワー持ってくんなって書いてたから、ここの針に当たって進めば先に進める。そんであのチョロプーを踏んでいく。ナイス、絶対これで合ってる。そしてここは隠しブロックとかありそうだな。大丈夫、何もないやっぱりやった、絶対何か落ちてくると思ってた。そこでずっとパクパクしてる、このブラックパクパクが。そしてここは Z として踏んでいくなんでよ、え、ちょっと変じゃねえんだって頼むって。そのままだったら僕がやられてないよ。まだ実はね、こっからまだ先に進めるルートが開いてるんだよな。ここに行けば何かある、そういうことだろう。この上が天国までの近道だ。ここスピンジャンプしたらいけないのか、なんでだろうね。いやちょっと待って、上からテレサがちょっと地味に来てるんだよな。なんでさスピンジャンプ、いやちょっと待って、もうちょっと向こう行って、あぶねえ、危ねえっていうか、このちょっと待って、邪魔なんだよこのペラペラが。このペラペラが下に行った時に狙って投げてみる。ここだ、砕け散れペラペラサマーレナ、お前の顔もう覚えたよ。まあ普段ペラペラしてないんだけどね、叩いた時にペラペラするだけであって。そしてここ絶対ブラパ出てくる、見てて。いやどうだろう、いや一旦ジャンプして左に逃げようか。え、このアイテム、いやアイテム取っていいのかな。なんかさ反射条件的に取ってしまったけど、アイテムって出たらすぐ取らなきゃいけないみたいな思ってしまうよね。いやこれ合ってたんじゃない、ほらほらほら、熱い熱い、うますぎるいやちょっと待ってくれこれもう上は、多分上はペペ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 ペ、好奇心が重要なんだなって思ったわ。それがないとこの羽も手に入れられてなかったってことでしょう。いや時にはさ、トロールコースってあの考えながら進んでいくことも大事だけど、まあ今回はね、好奇心キングのマインドでいこう。好奇心キング、好奇心キング、好奇心キングもうここカットした方がいいかもしれない。ちょっと待って、もう一回戻ってさ、やり直していい今のとこカットしたいから。そんなわけにはいかないよな。じゃあここでドクロリート下に行く。それここはなんかフラワーいっぱい来てる、大丈夫、オッケーオッケー。そしてここは雲のラッシュ、え、何この雲たちは。あっ、バレー、好奇心キングのマインドというより自分の感情をもう少しマインドコントロールした方がいいかもしれない僕はじゃあここはすぐこのツタに捕まる。そしてここは入っていいのかい。あ、入れるんだ。うわ、右もすげえ行きてえけど、こっちはどうなんだろうね。上に行けばいいのかな。あ、なんか上行けないな。え、何、え、当たってこいってこと
やってくれるじゃねえか、蓬莱さんよ。ここ上にも土管に入れないしさ、このリキラーに当たるってことか。うん、上等じゃねえか。じゃあ僕は一旦このキラーに当たってチビになってもう一回下に降りてみるよ。そうしたら何か変わってないと思ってるでしょ。それが変わるんだよな。みんな見てて、このチビになって入るじゃん。そしてこの土管に入っていけば先に進めるルートが開けるんですよ。なわけねえだろ、夢見んなよ。いや僕の動画ってさ、マリメをあんましたことない人も見てくれるからさ、それを信じちゃうわけよ。チビになったら先に進めるルートができてるのマジでみたいな。それを騙すのが楽しいなっていうか、ここパウ発動しないで僕は行くよ。なんでこのまま一旦右に行って、うわどうなんだろう、一旦してみる。してバカだ。もう全部分かったね、気持ちだけ。じゃあここはパワーブロックを発動しないでフラワー取っていい。そしてこのフラワーを、フラワーじゃねえ、パワーブロック置いておこうか。でパウを持って土管に入る。いやこれいるのかな、パワーブロックやっぱいらないみたいな。いやいるんじゃない。そしてここでパワーブロック発動すれば、あー投げた瞬間すぐジャンプ、投げた瞬間すぐジャンプ、オッケー。でここは、いや投げた瞬間すぐ右ダッシュ、右ダッシュ、右ダッシュ、よっかえ、これ左行ってたらさ、隠しブロックにやられてたみたいな感じなんかな。ちょっと行ってみる。あれ、あ、なんもないんだね。あ、だから別に右ダッシュしなくてもこっち側に行けたんだ。まあどっちにしろ中間ポイントは取れてたってことだよねだからなんだよって話なんだけど全然なんの自慢にもなってないんだけどね。じゃあここがしゃがんでつららを抜けていく。スピンジャンプは、あ、ここ全部床があるんだね。じゃあここでブラパンに当たってこの土管に入っていけませんねなるほど、もう一回オンしなくちゃいけないのか。いやでも僕がこんな隙間渡れないと思っているのか、ブラパよ。渡れませんよ。だからここは一旦キノコを取ってオンオフからの、もう一回オンオフしたらいいんじゃない。これで先進めるよね。これで変わらなかったらもうわからないんだけど、これオッケーオッケー。さあ土管に入っていきますか。さあ次は、あ、なんかすごい難しそうだな。え、このフラワー取っていいの。え、これ取らないとかいけるいや絶対取らないけん。いや取らんではマジむずけ。僕アイテム取っていっていいと思えないんだよな。右上にキノコあるじゃん、だからあのキノコ取っていけみたいな。だからここでもうアイテム当たったら僕はもう知らない。当たるなよ、絶対当たるなよ。うら、当たる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 、よっしゃよっしゃ意外と当たり判定低いのね。そしてここでキノコを取ってこのブロックも1個ずつ壊していこう。上の土管は入れないで、じゃあこう1個壊して登る。そしてここは、あ、土管に入っていってみる。あ、土管入れるんだねなんか嫌な予感しかしないわ。のブロックサックってなんだろう、ブロックを壊せってこと。え、この下、え、ここ壊せみたいな。あ、壊れないじゃんね。あ、じゃあ上の、いやちょっと待って待って待って、左下、あー待って、分かったかもしれん。左下の黄色いブロックがあるじゃん、あそこ取っていけってことか。てかさ、さっきからやられてんだけど、ここでフラワー取ったらダメなんかな。あれじゃん、フラワー取るじゃん、そしたら勝手に落ちちゃうんだよね。だからもう一回このツタに捕まったら大丈夫ってことだね。そしてここはブロックを壊していい、全部壊していい。そしてこのチビ状態、無敵状態のまんま上に行く。これで先に進めるっていうことか。うりゃ、分かってんだこっちや。もう立てつけじゃねえぞ、レギ、こっちで受かってや。右から行くとかそういうわけじゃないよねなんか落とされたけどさ、これ大丈夫、本当にフラワー状態のままでいい。もう疑心暗鬼しかないんだけど、ゲームってこんなに疑心暗鬼しながらやっていくほどなの今なんか落ちてったけど、溶かしすぎたかな、もしかして。一旦上から行ってみる。あ、これはもしかして上にハテナブロック、これいけないかな、右に。いや、いけるんじゃない。右からは行ったらダメか、この氷溶かせなくなるもんね。そして右の砲台の氷ブロックも溶かしたらダメ。いやでもこれいけるかなこれ出ちゃうもんね、勝手に。下から頑張っていけないダメかえ、じゃあどっかで当たってこいってこと。やっぱあの右のつららに当たってこなくちゃいけないのかな。こっからいけ、うわー、あ、ここで当たればいいんだ、あのバブルに。あー、なるほどね。でもさ、ここもう一回挑戦していい。あ、ここ下の丸々、もうすべてワカリング飴のホワイトチョコレートソースがけ。ここのバブルに当たっていけっていうことだったんだね。そしたらフラワーをなくしていけるよ。で、あのメットの上に乗っていけっていうことなんじゃないかな。いや、多分それでいけると思うんだよな。オッケー
やっと来たここまで。いやこのコース結構難しいよ。まあいつも難しいコースしかしてないんですけど僕。じゃあここでボム片を叩いて左下のブロックを壊してみようか。あの氷ブロック、あれもう無視するよこのボム兵。そして今ばあちゃんから電話かかってきたね。ギーテ、あんたお年玉妹にやってないんかね、早くやらんかね。マジでめっちゃ怒られたんだけど。めっちゃ怒られても、このまま先に進んでいく。さああの左上のファイヤー絶対なんかあると思うんだよね。で僕は50コインを信用するとかさ、頼むよ50コイン。何もしないの今日。今日50コイン、あー、みんなこのコースクリアしたらお年玉やってくるわ。18万ぐらい包んでたらいいかな。絶対包みすぎ。じゃあここで壊して、あのボム兵ちゃんと壊れてくれる？オッケー。そしてここで鍵を取ってドアに入る。でピンコインあるんだね。気づいたよ。いやどうだろう、ここ中間ポイントにまだこのコースめっちゃ長いような気がするんだけど、ここでこの黄色いドカンに入っていこうか。いや絶対そっちで合ってる、下は罠だよ、こっちが正解だ。ノーアンチ、どういうことですかねこれ。まあまあここでフラワーを取って先に進んでってみようか。このフラワーいるんじゃない、この先にこのフラワーが絶対いるような要素が詰まってる。絶対にそういうことでもないね。頼むって、これ僕はどうやってやられればいいんだい。あなたの身体球か、上に行けば何かあるみたいな。あ、なんかあるよ、死刑。死刑って何、死刑って。死刑って何、え、マジで分かんないんだけど。これ死刑だよね、5池。なんか一番左もなんか怪しいんだけどね。まあこれめんどくさ。これめんどくさ、もうやめてって。こういうのこれこっからこの狭いところにファイヤー出すしかないんだよね。もうこんなの運じけじゃんけん。新しい、新しすぎる、これめちゃめちゃきついよ。あ、なんか左来た、あの左は何だろうね。え、あれもしかしてさ、こっちまで来てくれるパターンなんじゃない。え、そ、絶対そうだよ。来てくれないのか、あそこで待っておけばやられたのか。いや頼むって、もうもうやめて。もうこれ早送りするわ、めちゃめちゃきしい、今ので酸欠になりそうだった。いやこれもうずっとこうやって同じところ見せていくだけだもん。だからこれ僕飛ばしてもいいと思うんだよね。っていうかこれ無理なんじゃない、なんかマジでいける気がしないんだけど。めちゃめちゃ頑張ってみるわ。来た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 、なんかスピンジャンプしたらいけた。あ、スピンジャンプめっちゃ簡単じゃん。あ、これでいいのか。クッソテコスラ星がって、こんな簡単な方法があるならみんな早く教えてよ。僕腕パンパンなんだけど、マジでもうこの先マリオなんてやっていかない。っていうか僕もトロールコース今日で引退したいと思いません。もう黄色の土管に入らないようにしていこう。シーソーを傾けたらバネが襲ってくるとかそんなはないよな。オッケーオッケー。そして次は、え、この下に行けばいいのかな。なんか上ツタがあるけど、待って、一番左上なんかツタ、あ、つかまれるよ。ごめんみんな、もう読んでしまったわ。何やってんの、え、セコンドドドドボムちゃん。ごめん、なんか日本語になってなかったかもしんない。ここで上に捕まっておけばいいのよ。そしてこのボムをちゃんと踏んで、あの右の氷ブロックを壊せば多分先に進めると思うんだよな。絶対そうだと思うよ。さあ壊してくれ。そしてここでスピンチャンプ、中間ポイントはまだか。なんだそりゃー、本当に中間ポイントが欲しいよ。いや本当にマジでだけ、なんなんだこれ。いや絶対左じゃダメだろ、このバネで左下の土管行かせようとしたんだろ。分かってる分かってる。そしてここはピンコイン取っていいのか。取ったら戻れなくなることはなさそうだ。一旦壊しておこうか。壊しておいて。くっそだよ、もう悔しい。え、何よ、しかも鍵って言っても鍵いらないみたいな感じで言われてさ。え、じゃあこっちは何よ、この土管は何があるっていうの、死体球ですか。いや、ワンちゃんこっちが正解。やった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 。でも中間ポイントゼロって書いてたな。何なんだ、ここは中間ポイントゼロなのか。そうじゃないことを期待してるからだ。頼む、こっから何か変わってて、もう本当に最初からだけは嫌だよ。で、ここの上は何もないか。この金魚邪魔だな。いや、こっから先、問題はこっから先なんだ。なんか変わってるで、
や激アツ激アツで、この下に降りたら最初っていうパターンかい、これはなあ、最初と全く同じじゃないか。いや、こっから何か違うパターン用意してきてくれるはず、この制作者さん。僕はそう信じてるよ。頼む、本当にお願いします。一生のお願いだ。ここら辺から何か違うんだろう。もうあそこまでしたんだ。もういいだろう制作者。チェックポイント2がないっていうのが分かった。そしてこのピンクコインは取らないで入っていく。ゴールをもう割ってくれ、頼む。なんだここ、この中のどっかにゴールが。ふざけるなよマジで。ここ右はやっぱなんか、あ、いやここなんかあるよ。調査官だ、誰か僕を助けて。ここどこでよける、どこでよければいいんだろう。やばいね、みんなマジで言葉が喋れなくなってる。この場所でいいのか。そしてここは一旦様子見よう。いや、スピンで行かないで行こうか。絶対もうゴール近いと思うよ。スピンで行かない。よしよし、いや取っていいのかな。なんかファイヤーの裏になんかあるね。コインかなあれは。一旦このまま左行くよ。あー、なんもない。じゃあこのファイヤー取る。なんだお前だ。まあでもまだチャンスあるよ。このまま先に進めるもんね。チビの状態で行くことが正解だと僕はそう思いたい。さあ右行って左っていうのは分かった。あ、この状態でいいのか。一番右まで行く必要なかったんだね。くっそ、アイテムに釣られてしまった。まだっていうかゴール、もうそろそろあってもいいんじゃない。中間1個っていうのはマジきつい。そしてここは、いやー口閉じてろー。僕が閉じろって話だよね。だいたいさ、このゲームにおいて中間ポイントってめちゃめちゃ大事なんだからね。もうそれをおろそかにしないでほしいな。ここ上行っていいのかな。もう嫌だ、もうこのゲームやめる。いい加減にせんか。いやごめん、本当にやめてきたね。もう僕あのコースやれない。これ以上やってしまうと喉がぶっ潰れてしまうか。うっそぴゃーん。この画面が終わればゴール。そうやって思い続けていこう。さあ左は安全だった。そしてここで溶かして、いや大丈夫、溶かしすぎない、大丈夫、これ大丈夫、くっくっ左、いや右でいいな。何がある、この先はゴールがあったんだ。素直にゴールさしてくれんのか。ここで危ない。この舞台の方が危ないな。どっちだったらゴールできなくなるだろうが。どのタイミングで出す、もう一回出そうかな。もう出さないのか。下に降りるよ僕は。そして溶かす、やったいや中間ポイントが1個だけってこんなにきついんだね。久しぶりに超苦労したトロールコースやった場合、どうもありがとうございました。グリーンだからうめえ。今のトロールコースマジで疲れた。やばいやばい、もうグリーンだからもう相当飲んでしまったね。ということで次のコースは一発マリオワンパチへ、ワン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 。ということでこのコースの説明文見て、実は全自動ですって書いてるんだよね。いやめっちゃ謎じゃない。でクリア率も相当低いんだよ。どういうことだろうと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.88%。 まあゴール条件もないし一旦何もしないでおくよ。全自動だったら何もしないでゴールできるっていうことなんじゃないかな。だから僕は一旦何もしません。このだけか。全自動って何よ、右押しっぱでいいってこと。あ、そんなわけないよな。やっぱりあの杭に乗ってジャンプしていくっていうことだと思うんだけど、いや絶対こういうことだよね。でもさ、それでもめっちゃ難しいんだろうね。クリア率が 1.88% ってさ。でさ、パラシュートが左行ってるじゃん。だからマリオに勢いがつけれなくって届かないんだよね。これをどうやっていくかなんだけど、うわやっぱ無理か。これほんと全自動の何かがあるんかな。とりあえず最速見ていいかな。最速が 1.7 秒か。 1.7 秒ってことはもうスタートした瞬間にこの杭に乗ってジャンプ、もうこれでゴールしてると思うんだけど、マジで全然勢いがつかないから届かないのよゴールに。じゃあ勢いを殺すなってことなんじゃない。なるべく右側に着地してすぐジャンプ。うわこれでも届かないか。じゃあ次反対で行ってみる。なるべく左側に着地して勢いをつけて右側に行ってみる。うわこれの無理か。マジでわかんねえ。いやどっちかって言ったら多分右寄りの方が絶対いいと思うんだよ。あっ、やったー。
いやこれだぞマジでわからんね。この制作者さんはですね、僕の動画をおそらく見てくれてると思います。なんでぜひコメントください。なんででしょうか。そして全自動っていうのはどういうことなんでしょうか。僕ね、その全自動っていうのがめちゃめちゃ気になるんだよね。もしかしたらその全自動嘘っていうこともあるかもしんないけどね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。